まずはこの選手、清水キヨプロ。さあ清水キヨ登場です。さあニーナ頑張れと線入ってます。対する選手はこの方、太田選手プロフィールです。太田ニーナプロ。プロフィール欲しいですけどね、長野だったような気がしますけどね。ということでございます。プロフィール知ってる人いませんか？どんな決勝が見られるのか僕らも楽しみでございます。さあ決勝戦は701クリケット、クリケット701チョイスの5レッグ中3レッグ選手にて行います。さあそれではこれから戦うお二人にもう一度大きな拍手お願いいたします。さあ頑張っていただきましょう。それでは練習スローの後決勝戦スタートです。え、どうしたんですかね。テーブルの位置をで、そのテーブルを動かすのを手伝う清水清ですね。そうですね、長野ですよね、長野。なんか2位になる、ニーナってなんかなかったですか。なんかなんかこう顔なんかライトがなんかこれ激しすぎません？なんかえ、何それ、ライトそっちで調整できるの？TV さんと柴田さんお話とかします？あ、します、します、しますけど、最近一昨年去年は確か飯食いってなかったな。一昨年の最終戦とかご飯食べてましたけどね。鎖国ではない。名前大谷ニーナ、届けながらホームショップ。あ、ちゃんとね、偉いですね、こうやってね、こう性格の良さがこう出る感じのね。今年27歳になるニーナ。あ、そうなんですね。さあナイスコークで太田選手先行の701スタート。あ、見事にですね、昨年の後半ぐらいから頭角を現してきて、開幕戦で、決勝進出を果たした太田選手。ライト明るすぎる。あ、ライト今あ、ライト落ちましたね、今ね。さあ今日ね、ブル絶好調清水清。今日ね701のパーフェクトやっております。そっちで調整してるんですか今。おお、いい感じじゃないですか。
力抜けてる。そして3投目で清水の前。ちょっとね、テイクバックの時に力んでちょっとひねるんですけどね、しっかり腕振るのでまっすぐにダート飛びますね。太田選手ワンブルワンブルでですね、少し出だしが悪いのですが、そろそろ上げていきたいですね。ナイス。なんか応援団がすごいですね。応援団ね、うん、応援団すごいですね。響き渡る。負けずに地元清水清、横浜浜っ子清水清の線に入ります。ハットで勝つ。清水の清野、飛んでプレッシャーをかける。さあ飛んで101残り。清水清、ここはしっかりとハットでつなぎたい。綺麗投げますね。本当に合ってますタイミングが。似たような点差、101-104。さあどういうアレンジでいくのか。1投目はブルであろう。さあそして1なの、あ、17見てますね。あー、さあこれはもったいない。ラインはねしっかり捉えたかったですね。さあトップアレンジ。
さあそして清水1投目は当然のごとくブルーですね。さあそしてどこに行く18トリプル一気に行くのか決まる清水希容ナイスブレイク。さあそして清水希容先行のクリケット。さあ女子ですね、ここはもう20オープン。20オープンが重要です。さあここはですね無理しないで、広いところ、さすがです。やっぱり勝負のね感覚分かってますよね。ここはナイススタートと言っていいでしょう。さあ太田選手もね、ここはもうノーミスでいってほしいですね。ここ痛恨のツーマークですね。もうこれで清水選手が走り出すパターンじゃないですか。これはつけて狙いにくくはなってる。あーそこを通すんだ。ナイスセブン清野の前。さあ18オープンからの加点、ナイスナイス加点。さあクローズからの加点決まればビッグラン。クローズからの加点決まったビッグラン。さあそして17カット。さあカットからの、まあこれはね16いっていいと思いますけどね。さあ16オープンからの加点しっかり決めたい。ここは太田選手の見せ所。さあそしてもう一本、痛恨のミス。さあそして清水選手がいいですね。本当に今日はもう危なげないダーツですね。すごいですね。いやー強い。これはちょっとね女子でねこのダーツをーされるとちょっとね厳しいですね。
強い清の舞。そして太田ニーナ先行のクリケット、清水清が王手。さあこの3投丁寧にいってほしい。そしてナイスファイブ。さあそして清水選手が19。もう今日はね少し清水選手落ち着いてますよね。カットからだ。もう入るって感じで投げてますもんね。さあカットからの加点。先にカットですね。オープンカットですね。そうですね、狙いにすかさずカットというね。やっぱりこのダーツポジション大事ですよね。やはり上につけない、下から下から。さあミスですね。このミスに太田選手はつけ込みたい。さあ上につきましたがそのまま投げるんですね。つけた。これは狙いにくいな。素ですよね。すかさず17加点。冷静ですね。さあ16。
6本入れてきました。しっかりと5本入れてきてます。いやいいですね。ブルニク、いや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 、割と欲張りなニーナちゃん、しっかりと加点していきます。さあここもハットですね。こういうダーツっていうのはね、次の70につながってきますのでね、はい、この感覚って大事だと思います。太田ニーナ先行のクリケットキープ、そして、清水清先行の701へとゲームは移ります。角度で、ダーツがねブルに吸い込まれていきますね。なんか力が抜けてますよね清水選手、調子良さそうですね。さあ飛んで、
ゆらゆらしますね清水選手ゆらゆらしますね。これはもうリラックスする一つのルーティンなんですかね。前で決めた3ハット。しますね。あれ決勝パーフェクトいくのか。いや、うんうん、よかよかよかとよ。さて、太田選手はハットで、240、あーっと1投目外してしまいましたね。基礎頑張りね。さあ、アレンジまでね、きっちり決めたいところです。ここでアレンジ入れてきたんですけどね、下のトリプルに入ってしまいましたね。93残り。ですね。さあ19から、14かブル、ザニアレンジ。決まらず。さあどうなるか分かんないので、これはしっかりとねハットでつないでほしい。ナイスハット。さあ勝利の8ダブル。あー決める。開幕戦見事清水清が優勝です。地元横浜での優勝、喜びもひとしおだと思います。この後ですね、清水清選手、はい、それではですね、放送席に来てもらいますので、そのままお待ちください。急いで巻き巻きで、はい、ということで見事優勝しました。清水プロおめでとうございます。さあ開幕優勝、いいスタートでございますけど、今の気分をね聞かせていただきたいと思います。喜びも等しいじゃないですか。オープニングで若い子には負けないって言ったんですけど、負けなくて済んでよかったと思います。そうなんですよ。あの巻いてですね、まだ1試合しかやってないんですけど、今年間チャンピオンなんで初めてなんで、ここ2週間ぐらいちょっと楽しもうと思います。なんか40になったありがとうございました。
若い人には負けないと。はい、ということでパーフェクト2019開幕戦見事優勝、清水キアプロです。おめでとうございます。そうですね、前回も横浜で優勝ですね。地元で見事に優勝飾った清水キア選手、この後来てもらいます。はい、もうこんな時間なんです。次は男子決勝ですからね、はい、しばしお待ちください。じゃあ清水選手来てもらいます。はい、来ました、おめでとう。さあ見事開幕戦優勝した清水希容選手に来てもらいました。おめでとうございます。ありがとうございます。ナイスダーツでーす。よかったです。はい、なんかね、あの今日インタビューの時に ね、 そうですね、はい、見事若い人に負けずにね、そうですね、はい、でもなんか今日安定しましたね。そうなんですかね。そうなんですかね。まあ、今日も一日楽しくなりたいかな。楽しくですね。はい、今日はねブルーパーフェクトも決めて。そうなんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。ブルーパーフェクトも決めて、はい、地元横浜で優勝、はい、素晴らしい開幕戦だったんじゃないですか。そうですね。ですよね。もう今日はぐっすり寝れると思います。ぐっすり寝れます、はいはい、あの今日はもうあれですか、あのもうこのまま帰って寝るだけですか、祝勝会とかあるんじゃないですか、地元なので。いやでも明日もお客さんの出たりするので。明日アマチュアの方で出るんですね、はい、でブースも、フードブース、フードブースでフライパンを振るんですか。フライパンは振らないですけど、ああでもあのこうも持ったり見なりはするので。ったり、あ、はい、偉いですよね、はい、もうプレイヤーの鏡ですね。いやとんでもないです。いや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 、とんでもないです。ダーツも投げるお手伝いもする、はい、で、アマチュアの大会にお客さんと一緒に出場するというね、はい、見事に。でその元気の秘訣っていうのは何ですか。元気じゃないですか。全然元気。テキーラですか。あのもう全然胃薬4種類飲んでますし、今日も水にアミノ酸混ぜて飲んでますし、いやもう本当にいろんな薬に頼ってますよ。騙しやってます。大丈夫ですか。でも体がね資本なので、ちょっとね。がん検診にもこの休みの間に行ってきました、はい、大丈夫だったですか。まだ結果届いてないですけど。すみません、でもね、なんか心配なこともあるそうで、はい、でもあの今日の、はい、優勝の、うん、山場っていうんですかね、はい、なんか今日いけそうだなと思ったのはどのゲームから。全然思ってないですね。全然思ってないですか。全然思ってなくて、はいはい、でもなんかやっぱみんななんだろう、まだ開幕戦なんで、はい、みんながみんなバタバタしてたかなって。バタバタしてて、うん、なんかいい時はいいけど、なんかチャンスもあった、ね、うん、そうですね、はい、なんか、はい、うん、みんながまだスイッチ入りきれてなかったのかなって、私も含めですけど、だからそこが噛み合ったか噛み合ってないかが勝ち負けだったのかなって思いますね。じゃあ少し運も良かったっていう感じ、ね、そうですね、そうですね。じゃああの今日なんか、あもうやばいな、もう今日負けそうだったなっていう試合は、はい、もうロビンのワンレグ目がもう視察22ぐらいだったので、もうあれ今日ダメかなと思ったんですけど。そうですね、ということでですね、はい、あの本当に開幕戦優勝おめでとうございます。でキーワードクイズですね、はい、やりたいんですけれども、キーワードクイズもうなくなっちゃったんですね。あ、そうなんですね。そうなんです、そうなんです。今年からはですね、なんかツイッターでつぶやいたりするとこれがもらえるみたいな、みたいな、びっくりします。私も欲しい。あ、欲しいですかこれ。あげますか。あ、いや、ダメです。いやいやいや、いや、もう本当に。買います。自腹で買います。でも優勝、開幕戦優勝スタートでですね。そうですね。スタートダッシュ決めましたんで。まあ、決めましたけど、初めての年間1位なんで、今のところ。年間1位なんですね。今のところ1試合しかやってないですけど。すごいですね。いやいや、当然年間1位です。そうですね。初めてトップ独走体制ですね。トップに入ったので、はい、そのトップな感じを次の試合まではトップなんで。そうですよね。そうですね、うん、それをちょっと味わいたいと思います。でもね、今日のダーツ見てたら安定しますので、うん、まあ、そうですね、次回も多分いいところ行くでしょう、うん、頑張りましょう。はい、はい、皆さん、あの本当にありがとうございます。皆さん、ファンの皆さん、一言お願いします。あ、そうですね、あのいつも応援いただいてありがとうございます。出会ったことない人も画面ではよく見るよって声をかけていただいて、19パーフェクト男子開幕戦決勝戦を行いたいと思います。はい、はい、見事開幕戦優勝飾った清水希容選手でした。さあ、それでは決勝まで選手を紹介いたします。まずはこの選手、ありがとうございました。ゆっくりといいお酒を飲んでください。